ニューイングランドペイトイオッツはアメリカ合衆国マサチューセッツ州フォックスボロに本拠地を置く NFL チーム AFC 東地区に所属しているホームスタジアムとチーム本部はボストンの3 5トル南西部に位置するフォックスボロのジレットスタジアムに位置している過去11度スーパーボールに出場し6度 NFL チャンピオンに輝いている 特に2000年代に入ってからは、ヘッドコーチビルベリチックとクォーターバックトム・ブレーディの元で2001年、2003年、2004年、2014年、2016年、2018年シーズンと NFL を制している。アメリカンフットボールリーグ創立と共に誕生し、当初のチーム名は公募により決定したボストンペートリオッツであった。チーム名の由来は、本拠ニューイングランドが、 アメリカ独立戦争の舞台だったことから愛国者を意味するペートリオッツを採用した。1971年、ボストン近郊の北東部の州からの要望で、ニューイングランドペートリオッツに改称した。チームフラッグにはアメリカが独立した、際の13州当時の国旗が描かれている。愛称は、パッツ。 1959年11月、ビリー・サリバンによって、アメリカンフットボールリーグ8番目そして、最後のフランチャイズとして、チームが設立された。1960年、AFL 最初のプレシーズンゲームで、バッファロー・ビルズを破った。ホームで迎えた、開幕戦では、デンバー・ブロンコスに10から13で敗れた。第2週のニューヨーク・タイタンズ戦で、初勝利を挙げた。 また、第8週の試合でホーム初勝利を挙げた。このシーズンは、AFL 東部地区再開の5勝9敗で終わった。1961年、2勝3敗となったところで、ヘッドコーチのルーセイバンが解雇され、マイク・ホロバックが就任し残り試合を7勝1敗1分で、終えて9勝4敗1分でシーズンを終えた。1962年も9勝4敗1分の、 成績を残したが、プレイオフ進出はならなかった。1963年、本拠地をニッカーソンフィールドから、フェンウェイパークへ移した。7勝6敗1分けの成績だったが、初のプレイオフ進出を果たした。バッファローで行われた、ビルズ戦に26から8と勝利し、AFL チャンピオンシップゲームに初進出を果たしたが、 サンディエゴチャージャーズに10から51で敗れて優勝はならなかった。AFL に属していた間チームがプレイオフに出場したのはこのシーズンのみであった。なおこの年のオールスターゲームにはチームから G のキャパレッティやニック・ブオニコンティ、ベーブ・パリリラ11人が選ばれた。1964年、キャパレッティが WR として7タッチダウン、プレイスキッカーとして FG、 パッドで111得点を挙げ、シーズン MVP に選ばれる活躍を見せた。10勝2敗1分で迎えた、最終戦地元フェンウェイパークで行われた、ビルズ戦には、観客38,021人が入場し、ソールドアウトとなったが、ファンの期待も虚しく14から24で敗れ、プレイオフ進出はならなかった。1965年、開幕から7連敗を喫し、 ハロウィンに行われたサンディエゴチャージャーズ戦でようやく初勝利を挙げた。11試合終了時点でも1勝8敗2分という成績だったが最後に3連勝を果たし、4勝8敗2分で、過労うテてリーグ再開の成績を免れた。1966年、1勝2敗1分でスタート、したが FB のジムナンスが AFL レコードとなる1458ヤードを、 走る活躍を見せ、チームも8勝3敗2分とプレーオフ進出に、あと一歩のところまで迫った。1967年、ワールドシリーズに、ボストンレッドソックスが進出した関係で、最初の5試合を、ロードでプレーすることとなり、1勝3敗1分で、スタートする。前年も活躍したナンスが1216ヤードを、走り、シーズン MVP を獲得したが、 三勝八敗一分で最下位に終わった。1968年、四勝十敗で終わり、シーズン終了とともにホロバック HC は解任され、クライブラッシュが新しい HC となった。またこのシーズンを最後に、六シーズンを戦った、フェンウェイパークに別れを告げた。1969年、本拠地をボストンカレッジのアラムナイスタジアムに移した。 クライブラッシュヘッドコーチは酔っ払ったままチームの指揮を取り、黒人の守備選手が11人在籍していなかったにも、かかわらず、オフェンス選手のコンバートなどで、守備選手11人すべてを黒人選手に揃えるという、ブラックパワーディフェンスを導入した。しかし、チーム状況は好転せず開幕から7連敗を喫し、4勝10敗に終わった。 1970年に AFL と NFL が正式に合併を完了し、NFL の AFC 統治区に属すこととなった。ミネソタバイキングスの QB で NFL の MVP を獲得した、上キャップを獲得したが、シーズン成績は AFC から参加した、チームワーストの2勝を14敗に終わった。この年チームは、ハーバードスタジアムを本拠地とした。 1971年にチーム名をベーステートペートリオッツと変えた後、同じ年にニューイングランドペートリオッツと改称した。チームは創設以来11年間で4つのスタジアムを転々としていたが、1971年から本拠地をフォックスボロスタジアムに移した。ドラフトでは全体1位でハイズマン賞を獲得した。 スタンフォード大学出身のジム・プランケットを指名した。また、スタンフォード大学時代にプランケットが好んだ WR のランディ・バター派をフリーエージェントで獲得した。開幕戦で強豪のオークランドレーダースを破った後、5連敗を喫したが、スーパーボールに出場したマイアミドルフィンズを破るなど、最終的に6勝8敗で終えた。1972年、 プランケットが2年目のジンクスに見舞われた。2勝1敗でスタートした後、チームは9連敗してしまう。9連敗中にヘッドコーチのジョン・メイザーと、ゼネラルマネージャーのアプトンベルが解雇され、フィル・ベングソンがヘッドコーチとなり4試合の指揮を取ったが1勝しか、加えることができず3勝11敗で終わった。 1973年から1985年まで在籍した OG のジョン・ハナ1973年のドラフトで、その後、チーム初の NFL 電動入りを果たすことになる、ジョン・ハナが加入した。この年のドラフトでは、チームの歴代通算、ラッシングリーダーとなる RB サム、カニンガムや WR ダリル・スティングレイが加入し、さらに、 オクラホマ大学のヘッドコーチとして成功していた、チャック・フェアバンクスを新たな HC として迎えた。シーズンを2勝7敗でスタートするも、その後3連勝を果たし、5勝9敗でシーズンを終えた。1974年には開幕戦で、スーパーボールチャンピオンのドルフィンズに勝利するなど6勝1敗の、高ス,スタートを切ったが、 シーズン後半にわずか1勝しか上げることができず7勝7敗に終わった。この年、身長わずか165センチメートルのマック・ヘロンが活躍を見せた。1975年、プランケットが負傷してしまい控え QB のスティーブ・グローガンでシーズンを戦った。3勝11敗に終わりシーズン終了後、チームはプランケットを サンフランシスコ 49ers に放出した。1976年、チームは、プランケットのトレードで得たドラフト権を利用して、ディフェンスバックのマイク・ヘインズ、ティム・フォックスを獲得。先発 QB には2年目のグローガンを起用した。開幕戦を落としたものの続く3試合に、ドルフィンズ、スティーラーズ、レーダースと AFC の競合を撃破。 チーム創設以来最高の11勝3敗を記録して1963年以来のプレーオフ進出を果たした。プレーオフではレギュラーシーズンに48から17と圧勝したオークランドレーダースと対戦した。21から17とリードして迎えた試合終盤、QB グローガンがロン・フランシスを狙ってパスを投げたが失敗。相手ラインバッカーのフィル・ビラピアーノが フランシスのパス補給前にヒットしていたがペナルティは取られず、次のプレーで50ヤードの FG を狙うも失敗に終わる。そしてレーダースに自陣27ヤードまで攻め込まれたサードダウン18の場面、9B ーー兼ステーブラーのパスは失敗に終わり勝利に大きく前進したかと思われたが、このプレーで DT レイハミルトンがラフィングザパッサーの反則を犯していたとして、 ペートリオッツ陣内12アードでのファーストダウンが与えられた。続いて2つのアンスポーツマンライクコンダクトの反則が取られ、最後はステーブラーに残り10秒で1アードの TD ランを決められ21から24で敗れ去った。この試合はレフェリーのベンドレースの名を取ってベンドレースゲームとも言われている。ペートリオッツの QB グローガンはこの試合について 大事なものを奪われた。はめられたんだ。と語り、この試合での無念が晴れることは永遠にないと話した。1977年は、ジョン・ハナとレオン・グレイの契約が難航、9勝5敗で、プレイオフを逃した。1978年のプレシーズンゲームで、スター WR のダリル・スティン・グレイが、 オークランドレーダースのジャック・テータムのハードヒットを受けて、ほぼ全身麻痺となりそのまま引退に追い込まれた。主力選手を失ったものの10勝4敗で迎えた、ビルズ戦、残り8秒で、デビット・ポージーの34ヤードの FG が決まると6万人の、ファンは一斉に、グラウンドになだれ込んで、地区優勝を祝った。最終戦の直前に、HC のフェアバンクスが、 コロラド大学ボルダー校の HC となることが明らかにされ試合前にフェアバンクスはチームオーナーのビリーサリバンによって首にされロンエルハルトが指揮を取った。プレイオフ1回戦はフェアバンクスがサイドサイドラインから指揮を取り地元シェーファースタジアムで戦ったがヒューストンオイラーズに敗れファンは HC に対してブーイングを行った。1979年 マンデーナイトフットボールとなった開幕戦のスティーラーズ戦にスピングレーが姿を現しファンのスタンディングオベーションを受けた。1979年は7勝3敗とースタートを切ったが最後の6試合で4敗し9勝7敗に終わりプレーオフを逃した。1980年はスター RB のサムカニンガムがシーズン全試合を欠場したが 代わって、ルーキー RB のバーガス・ファーガスンが、チームのルーキーラッシング記録を塗り替える活躍を見せた。チームは6勝1敗でスタートしたものの10勝6敗に終わった。1981年、過去2シーズンを、プレイオフを、わずかの差で逃していたチームは、プレシーズンゲームを4連勝で終えて、ファンの期待は高まった。 しかし開幕から4連敗しその後の3試合で2勝を挙げたが最後は9連敗で2勝14敗に終わり同じく2勝14敗だったボルチモアコルツに2勝を献上してしまうなどの低ら落であったシーズン終了後 HC のエルハルトは解任された1982年ロンマイヤーを新ヘッドコーチに迎えストライキで短縮されたシーズン スノープラウゲームと呼ばれたマイアミドルフィンズとのゲームを3から0で勝つなど8チームが出場したこの年のプレイオフに第7シードで出場を果たしたしかしマイアミで行われたプレイオフ1回戦でドルフィンズに敗れプレイオフ未勝利が続いた1983年 QB トニー・イースンをドラフト一順で指名した チームは鍵になる試合を落とし8勝8敗でプレイオフを逃した。1984年ドラフトの全体1位でネブラスカ大学の WR アビンフライヤーを獲得トニー・イースンが先発 QB となった。序盤を5勝2敗でスタートしたが連敗したところでマイヤーコーチは解雇されて新 HC イチシーには元 WR のレーモンドベリーが就任した。 ベリーがコーチに就任してからの最初の4試合中3試合で勝利を収めたが12月に入って3連敗するなど9勝7敗に終わりプレイオフ進出はならなかった。1985年にベリー HC はイースンに変えてグローガンを先発 QB としたがシーズン終盤グローガンは左足を負傷再びイースンが先発に返り咲いた。 チームは6連勝するなど11勝5敗でシーズンを終え、ワイルドカードでプレイオフ進出を果たした。H.C. ベリーはコーチオブザイヤーに選ばれた。プレイオフ1回戦でニューヨークジェッツを破り、プレイオフでの初勝利を挙げると、レーダース戦では6つのターンオーバーを奪い27から20で AFC チャンピオンシップゲームに進んだ。そして、 同地区のライバルであるドルフィンズを20連敗していた敵地マイアミで破り第20回スーパーボウルへ出場シカゴベアーズと対戦することとなったしかしアービンフライヤーが家庭内のトラブルで負傷したことが明らかにされるなど雑音を聞きながらスーパーボールウィークを迎えることとなったこの試合は相手の SRB ウォルター・ペイトンのファンブルなどで3から0と先制した ものの、ファーストプレーで、手のリンドーソンが、負傷退場し、その後ベアーズに連続して46得点を入れられる。ゲーム終了前に 1td を奪ったが、10から46と、スーパーボール新記録となる36点差で、大敗した。リーグベストのガードの一人と、評価されていた、ジョン・ハナは、スーパーボール出場を最後に引退した。1986年、 チームは、イースンから WR スタンリー・モーガンへのパスゲームを、ゲームプランの中心に組み立て、モーガンはレシーブで1500ヤード近くを獲得した。しかしラッシングオフェンスはリーグ再開に終わった。11勝5敗で、地区優勝を果たし、プレイオフ1回戦で、敵地デンバーに乗り込んだが、第4球終盤、ジョン・エル・エイからバンス・ジョンソンへのタッチダウンパスが決まり、 ブロンコスに敗れた。その後チームは8年間プレーオフから遠ざかることとなった。1987年、選手のストライキが起きた期間に地元ボストンカレッジ出身で1984年にハイズマン賞を取ったダグフルーティが加入した。ディフェンス選手の多くがストライキに参加してその間の3試合は大体選手がプレーした。 1988年、オーナーだったサリバンファミリーは、事業の失敗などで、巨額の損失を出したため8400万ドルで、チームは売却された。このシーズンは、フルーティが最初の5試合に先発したが、その後イスンが先発 QB となった。これは、成功を収め9勝7敗となりわずかの差で、プレイオフを逃した。1989年、 チームのディフェンスの中心だった3選手、アンドレティペット、ガリン・ベリス、ロニー・リペットが、プレシーズンゲームの同じ試合で、負傷戦列を離脱してしまうという不運もあり5勝11敗に終わった。1990年、フルーティは、カナディアンフットボールリーグに移籍、長年ゼネラルマネージャーを務めていた、ディック・スタインバーグもジェッツのゼネラルマネージャーとなるため、チームを離れた。 ベリー HC も解雇され、ピッツバーグスティーラーズのディフェンシブコーディネーターであった、ロッドラストが新しいヘッドコーチとなった。この年チームは創設以来最悪の1勝15敗に終わる。9月17日、ボストンヘラルドの26歳の女性レポーターアリーサ・オルソンに対して、チームのロッカールームでセクハラ行為を複数の選手が行ったことが報道された。 このスキャンダルに対して NFL コミッショナーのポール・タグリアブはチームに5万ドルの罰金、テジーク・モワット、WR ・マイケル・ティンプソン、RB ・ロバート・ペリーマンの3選手にもそれぞれ罰金が課された。1991年6勝10敗で地区4位に終わる。1992年にはチームが売却されてセントルイスへ移転するのではないかという報道があった。 しかし移転は行われず、チームは2勝14敗に終わった。シーズンオフに、チームは、ディック・マクファーソン・ HC を解雇、ニューヨーク・ジャイアンツで2度スーパーボールを制覇したビル、パーセルズと契約した。QB のドリューブレッドソー1993年のドラフトでは、全体1位指名で、ドリューブレッドソーを獲得した。このシーズンは5勝11敗に終わった。 1994年には、ドラフト全体4位で、ウィリー・マクギネストを獲得した。シーズン途中まで3勝6敗と低迷していたが、最後の7試合を連勝して10勝6敗として、プレーオフ出場を果たした。ブレッドソーは、リーグトップとなる、パス4555ヤードを記録するなどの活躍で、自身初のプロボールに選出された。 1995年は6勝10敗にとどまった。テベンコーツは2年連続で、プロボールとオールプロの両方に選出された。1996年シーズンチームは11勝5敗で、地区優勝を果たすと、第2シードで出場した。プレーオフでは、安定した戦いを見せ勝利し、第31回スーパーボールに出場を果たした。 スーパーボールでは、第1球にブレッドソーが 2td パスを決め14から10とリードを奪うも、第2球に17点を決められ突き放される。ブレッドソーは、第2球以降 td パスを決められず、逆に4つの int を喫するなどして、ブレッドファーブ要する、グリーンベイパッカーズに21から35で敗れた。この試合を最後に HC パーセルズは、ジェッツに去った。 1997年、ピート・キャロルが HC に就任した。パーセルズが HC を務めるニューヨーク・ジェッツとの間で何人もの選手やコーチが移籍し、その中には RB のカーティス・マーティンも含まれていた。チームは10勝6敗で地区優勝を果たし、プレイオフ1回戦でドルフィンズを17から3で破ったが、 ピッツバーグスティーラーズに6から7のロースコアゲームで敗れた。1998年には9勝7敗で AFC 東地区4位ながらプレイオフに進出したが、1回戦でジャクソンビルジャガーズに敗れた。1999年、序盤はブレッドソーが 13TD パスに対しわずか4、INT と好調で、チームも6勝2敗でシーズンを折り返したが、 シーズン後半は、ブレッドソーが 6TD に対して 17INT を、献上するなど調子を崩し、チームも失速して8勝8敗に終わった。シーズン終了後 HC キャロルは解雇された。2000年に HC に就任した、ビルベリチック2000年、元クリーブランドブラウンズのヘッドコーチで、ニューヨークジャイアンツ時代にディフェンシブ。 コーディネーターとしてビル・パーセルズと共に2度のスーパーボール制覇を経験したビル・ベリチックが就任した。当初ベリチックはパーセルズの後を引き継いでニューヨーク・ジェッツの HC に就任したがそれを辞任してペートリオッツと契約した。これに対してジェッツとパーセルズが異議を申し立て NFL コミッショナーが認めたためペートリオッツは2000年度の ドラフト一巡指名権との交換という形で、ベリチックと契約した。ベリチックは、オーナーのロバート・クラフトから、ゼネラルマネージャーとしての権限も託された。しかし、開幕から4連敗とつまずくと、シーズン中盤にも4連敗で早々に、プレイオフ戦線から脱落した。1999年シーズンにリーグ8位と、検討したディフェンスの成績が大きく下降し、 オフェンスも定調に終わり5勝11敗でシーズンを終えた。2001年シーズン2001年シーズン中より、レギュラーに定着したトム・ブレーディ2001年、ドラフト全体6位で、大型新人のリチャード・シーモアを獲得したが、昨シーズンは公主とも定調だったこともあり、下馬評には乗らなかった。チームは開幕戦に敗れると、第2週のニューヨークジェッツ戦では、エース B、 ドリューブレッドソーが、モールイスの強烈なタックルを受けて、負傷退場し、非階 QB のトム・ブレーディに交代した。ブレーディは2000年のドラフト62指名選手で、ルーキーシーズンは3回パスを投げただけであった。この試合にも敗れチームは連敗スタートとなったが、第3週のインディアナポリス・コルツ戦で、初勝利を挙げる。第5週のサンディエゴ・チャージャーズ戦ではブレーディが、 キャリア初の TD パスを決めるとともに、第4球には10点差のビハインドから残り40秒で、この日2つ目の TD パスを通し同点とすると、オーバータイムで、アダム・ビナティエリが44ヤードの FG を決めて、劇的な勝利を収めた。長年チームを引っ張ってきた、ブレッドソーの離脱はチームに、大きな影響を与えるかと思われたが、リスクを避けボールコントロールを重視するブレーディの、 プレイスタイルは徐々にチームにフィットしていった。チームは勝ち負けを繰り返し、第10周でセントルイスラムズに敗れ5勝5敗となるが、その後、ベリチックの指揮するディフェンスとブレーディによるゲームメイクオフェンスの両者が揃い勝利を積み重ね、11勝5敗で AFC 地区優勝を果たした。タックルールゲームと呼ばれた AFC ディビジョナルプレイオフでは、 豪雪の中、オークランドレーダースと対戦した。第4球まで10点をリードされる苦しい展開となるが終盤に追い上げると、試合時間残り2分6秒から始まったドライブでは、疑惑の判定があった後、吹雪の中ビナティエリが残り32秒で45ヤードの FG を決め同点とし、オーバータイムに突入。最後は、 ビナティエリが23ヤードの決勝 FG を決めて勝利した。敵地ピッツバーグに乗り込んだ NFC チャンピオンシップゲームでのピッツバーグスティーラーズ戦では第2球周版でブレーディが足を負傷するアクシデントに見舞われる。しかし変わったブレッドソーが TD パスを決めるなどしっかりと代役を果たすとスペシャルチームがビッグプレーを連発してリードを広げ最後は スティーラーズの反撃を振り切って24から17で、勝利し5年ぶり3度目のスーパーボール出場を果たした。第36回スーパーボールではもっぱらマスコミは、QB カート・アーナー、RB マーシャル・フォーク要する、セントルイス・ラムズの圧倒的な勝利を予想した。しかし試合が始まると、ペートリオッツディフェンスが、CB 対、 ローのインターセプトリターン TD などで、ラムズのハイパーオフェンスを抑え、オフェンスではブレーディからデイビッドパッテンへの TD パスなどが決まるなど一時はペイトリオッツが17から3とリードする展開となった。しかし第4球に、ラムズの逆襲が始まると、リッキー・プロールの TD が決まり試合終盤で17から17の同点となった。タイムアウトをすでに使い切っていたこともあり、 解説を務めていたジョン・マッデンは、フィールドポジションも悪く、タイムアウトが一つもない中で、新人 QB が FG 圏内まで持っていくのは無理だ。オーバータイムにもつれるだろう。と解説していた。しかし、自陣17ヤード、試合時間残り1分21秒からのドライブを、ブレーディは、スパイクなどを使って、時間をコントロールし FG 圏内まで前進させる。最後は、 残り7秒から、アダム・ビナティエリが48ヤードの決勝 FG を決めてタイムアップとなった。当時前世だったラムズをペイトリオッツが破ったことは、リーグに衝撃を与えた。スーパーボール MVP を獲得したブレーディは、ルックスの良さも手伝って、一躍 NFL のスーパースターとなった。24歳でのスーパーボウル制覇は、当時のスーパーボール優勝 q b 最年少。 記録であった。シーズンオフにブレッドソーはバッファロービルズに移籍した。2002年シーズン2002年から現在まで使用しているジレットスタジアム2002年本拠地をこれまでのフォックスボロスタジアムからジレットスタジアムに移した。第3週ではカンザスシティチーフスをオーバータイムで破るなど3連勝とースタートを切るがその後4連敗と失速する。 5勝5敗で迎えた第10周のシカゴベアーズ戦では、最大21点差をつけられるも残り2分54秒で5点差まで、詰め寄り、続くベアーズの攻撃を、ファーストダウン獲得まで、残り1ヤードというところで食い止め3ダウンアウトに、追い込むと、残り1分50秒から始まったドライブを、ビデオ判定やフォース、ダウンギャンブルを交えながら前進させ、 最後は残り30秒で、ブレーディがパッテンに TD パスを通し33から30で劇的な逆転勝利を収めた。以後調子を取り戻したチームは、プレイオフでの因縁が残るオークランドレーダースには、敗れたが11月を4勝1敗と波に乗り、第14週のビルズ戦では、ブレッドソーから4つの INT を奪い勝利を挙げ、プレイオフ進出に前進した。しかし、第15、 16周とチームは2連敗を喫し、AFC 東地区は大混戦となった。迎えたシーズン最終節は、同地区のマイアミドルフィンズと対戦する。この時ペートリオッツは8勝7敗、ドルフィンズは9勝6敗で、さらに8勝7敗のニューヨークジェッツにも AFC、東地区優勝の可能性があった。試合は、ドルフィンズペースで進み、 残り4分59秒を残した時点で11点のリードを許していたが、そこからブレーディはこの日初めての TD パスを通すと、共に2ポイントコンバージョンも成功させて3点差。残り2分11秒で再びボールを得るとビナティエリが43ヤードの FG を決めて、試合はオーバータイムに突入し、最後は再び、 ビナティエリーが35ヤードの FG を決めて劇的な勝利を収めた。しかしジェッツも最終節でグリーンベイ・パッカーズに勝利し、この結果タイブレーカーでジェッツが地区優勝を決めたためペートリオッツは9勝7敗でプレーオフ出場を逃した。2003年シーズンオフにプロボール選出経験のあるエスロドニー・ハリソンを獲得するも、 ディフェンスの中心選手で4度のプロボール選出を誇るエスローヤーミロイを開幕5日前に放出した。ミロイは2日後に開幕戦の相手であったバッファロービルズと契約し、その開幕戦でチームは31から0で敗れた。ブレーディは自己アーストの 4INT でキャリア初の完封負けを喫した。さらに第4週でも敗れ2勝2敗とスタートでつまずき、 中心選手の放出と、相まって、HC ベリーチックへの批判は強まった。しかし、ここからチームは立て直し会進撃を始める。第7週のマイアミドルフィンズ戦では、試合終盤の FG を、リチャード・シーモアがブロックし、オーバータイムに突入すると、コイントスでもメた。オーバータイムでは、ドルフィンズの K ・オーリンド・マレーが、FG に失敗。 ドルフィンズ二度目の攻撃では INT を奪い、直後のプレーで、ブレーディが WR トロイ・ブラウンへ82ヤードの TD パスを決め劇的な勝利を収めた。第九週では敵地マイルハイでデンバーブロンコスと対戦。第四球、1点を追いかけるペイトリオッツは、自陣1ヤード地点でフォースダウンに追い込まれるが、HC ベリチックはパントではなく恋のセーフティを支持する。 その結果2点を与え3点差となるが、自陣20ヤードからのフリーキックは、ブロンコスリターナー陣の判断ミスもあって64ヤードのビッグパントとなり、敵陣15ヤードまで陣地を回復することに成功する。続くブロンコスの攻撃を忍ぐと、逆転をかけたドライブではブレーディが、RB ケビン・フォークに次々とパスを通し、前進していき、最後は残り36秒で、 WR デイビッド・ギブンスに TD パスを決め、30から26で逆転勝利を収めた。第12週のヒューストンテキサンズ戦では、第4球残り40秒で、ブレーディが、で、ダニエル・グラハムに TD パスを決め同点に追いつくと、テキサンズのレシーブから始まった、オーバータイムでは5回の攻守交代を経て、最後は、ペートリオッツの3度目の攻撃でビマティエリーが28ヤードの、 決勝 FG を決め23から20で勝利した。続く、第13週のインディアナポリスコルツ戦では、第4球残り40秒でコルツにエンドゾーン前にヤードまで攻め込まれるも、2度のラン、サードダウンのパス、フォースダウンのランと4度の攻撃をすべてしのぎきり38から34で、コルツの猛追を振り切った。レギュラーシーズン最終週では開幕戦で敗れた。 ビルズに対し、ブレーディの 4TD パスの活躍で31から0と、開幕戦と同じスコアでリベンジを果たした。ペートリオッツは14勝2敗で、AFC 第一シードを獲得し、12連勝で、レギュラーシーズンを終えた。摂氏15度の中行われた、ディビジョナルプレイオフでは、ビナティエリーの FG が決勝点となり17から14、でこの年の COMVP。 スティーブ・マクネア率いるテネシー・タイタンズに勝利した。そして雪の中、ホームのジレット・スタジアムで行われた AFC チャンピオンシップゲームでは、同じく CEOMVP のペイトン・マニング率いるインディアナポリス・コルツと対戦した。ワイルドカードプレイオフでは、デンバー・ブロンコスを相手に41得点、ディビジョナルプレイオフでは、 カンザスシティチーフスを相手に38得点を上げるなど圧倒的な攻撃力を誇ったコルツのハイパーオフェンスに対しペイトリオッツは多彩なスキームを駆使したパスラッシュで4つのサックを浴びせるなど QB マニングを苦しめ強力レシーバー陣にはバンプを多用したフィジカルなパスカバレッジと必要なハードヒットで対抗した ペイトリオッツはコルツから4つのインターセプトを含む5つのターンオーバーを奪うなど、セカンダリー陣を中心にハードなディフェンスで、コルツオフェンスを圧倒した。3INT を記録した CB ローは、コルツのエース WR マービン・ハリソンをわずか3、キャッチ19ヤードに抑え込んだ。この試合で、ペイトリオッツのセカンダリー陣が見せた、パスカバーは次のシーズンから、通称対 ロールールとして厳格化されている。オフェンスでは、オープニングドライブでタッチダウンを奪った以降は、ビナティエリの5本の FG で常にリードを保ち、24から14で勝利した。そしてテキサス州ヒューストンのリライアントスタジアムで、行われた第38回スーパーボールでは、ジェイク・デローム率いるカロライナ・パンサーズと対戦。 第4球に37点が入り乱れた激戦は残り9秒で、アダム・ビナティエリが41ヤードの決勝 FG を決めて32から29で勝利し、2年ぶり2度目のスーパーボール制覇を果たした。ブレーディが2度目のスーパーボール MVP に輝き、真っ赤なキャデラックを手に入れた。2004年シーズンホームで行われた、開幕戦では2003年シーズンのチャンピオンバナーが、 掲げられるセレモニーが催された後、昨シーズンのチャンピオンシップゲームで戦ったインディアナポリスコルツと対戦した。第4級残り48秒で3点リードのペートリオッツは追い上げるコルツに FG での3点がほぼ確実な自陣17ヤード地点まで攻め込まれる。しかしサードダウンでウィリー・マクギネストがフリーで マニングをサックし29ヤード地点まで交代させると、最後は、K マイクバンダージャットの48ヤード FG が外れ27から24で接戦を制した。その後開幕から第8週に、ピッツバーグスティーラーズに敗れるまで6連勝を果たし、前シーズンから続く連勝記録を21として、NFL 新記録を樹立した。 40から22で勝利した第9週のセントルイスラムズ戦では CB アサンテ・サミュエルが怪我で一時試合から下がると WR トロイ・ブラウンが CB として出場した CB 陣に怪我人が続出していたチームの苦肉の策であったがブラウンは期待に応えシーズンでチームに痛いとなる3つの INT を記録したさらにこの試合では LB マイク・ブレーベルが TD レシーブを決め、K アダム・ビナティエリーが FG 体系からトロイ・ブラウンに TD パスを決めている。チームは、レギュラーシーズンを14勝2敗で終え、第2シードでプレイオフに進出した。ディビジョナルプレイオフでは、昨年のプレイオフに続き、コルツと対戦した。当時の NFL 記録である 49TD パスを記録した QB マニング率いるコルツのハイパーオフェンスに対し、 ペートリオッツは、で、リチャード・シーモア、エース・ CB のタイローと2番手、CB タイローオンプールなど主力を欠いていたにもかかわらず、攻守にわたって、コルツを圧倒して20から3で勝利を収めた。この試合はコルツが TD を奪えなかった、シーズン唯一の試合となった。続く、A、FC チャンピオンシップゲームでは、敵チハインツフィールドで、レギュラーシーズンで敗れた。 ピッツバーグスティーラーズと対戦した。ペートリオッツは、スティラーズのファーストドライブで INT を奪い FG で、先制すると、次のドライブでも、ターンオーバーを奪い早々に主導権を握る。ブレーディが安定したプレーでオフェンスを展開すると、WR ディオンブランチがランとパスの双方で、ビッグプレーを、エスロドニー・ハリソンが、インターセプトリターン TD を決めるなどして、 リーグ最小失点のディフェンスを誇るスティーラーズから41点を奪い41から27で勝利した。41失点はスティーラーズのシーズン最多失点となった。そしてディフェンディングチャンピオンとして臨んだ第39回スーパーボールではキュービードのバン・マクナブや WR ・テレル・オーウェンスを擁する NFC チャンピオンのフィラデルフィア・イーグルスから4つの ターンオーバーを奪うなどして24から21で勝利しスーパーボール連覇を達成した。連覇という偉業に加え4年間で3度のスーパーボール制覇を成し遂げたことでチームはペートリオッツダイナスティを築き上げたと言われた。2002年はプレーオフ出場を逃しているためペートリオッツはポストシーズンで一度も負けることなく4年で3度のスーパーボール制覇を成し遂げた。 リーグで最も得点を上げたオフェンスをわずか3点に抑え、リーグで最も失点が少なかったチームから41点を上げ、4年間で3度目のスーパーボール制覇を達成した。このポストシーズンでの一連のパフォーマンスは、00年代のペイトリオッツの最盛期として評価され、NFL.com から00年代最高のチームに選ばれている。 2005年シーズン2005年4月13日、第39回スーパーボール制覇のセレモニーにて、当時のジョージ・ブッシュ大統領とペイトリオッツのメンバーオフに3度のスーパーボール制覇を支えた、W.R. デイビッド・パッテン、L.B. テッド・ジョンソン、C.B. タイローがチームを離れ、ディフェンスキャプテンのブルースキが脳高速に倒れて、シーズニンに間に合わなかった。 さらにビルベリチックと共にトリプレッツとして連覇を支えたチャーリー・ワイス、ロメオ・クレネルの両コーディネーターが他チームの HC に就任するためにチームを去った。この年のドラフト7巡目で QB ・マット・キャッセルを指名した。NFL 史上初の3連覇が期待される中、第3週のピッツバーグ・スティーラーズ戦では、 ビナティエリが第4級残り5秒から45ヤードの FG を決めて23から20で勝利するも続く第4週でドリューブリーズ率いるサンディエゴチャージャーズに2年間負けのなかったホームで41から17の大敗を喫し2003年から続いていたホーム連勝記録は21で途絶えた第5週では マイケルビックを欠くアトランタファルコンズをビナティエリのキャリア19回目となるウィニング FG で破るも第9週ではインディアナポリスコルツにホームで40から21で大敗しシーズンの折り返しを4勝を4敗とつまずいたこの試合では冷静なブレーディがサイドラインに引き上げるオフェンス陣に声を荒ら,らげサイドラインではコップを地面に叩きつけフラストレーションを 爆発させるなど、らしくない姿を見せた。シーズン後半は復帰した、ブルースキーを中心に低迷していたディフェンスを持ち直し、10勝6敗で AFC 到区制覇を達成した。ワイルドカードプレイオフではホームで、ジャクソンビルジャガーズに28から3で完勝し、プレイオフ10連勝という NFL 新記録を樹立した。しかし続く AFC ディビジョナルプレイオフでは、 第6週で敗れた、デンバーブロンコスと対戦し、ブレーディにとって、現在も、鬼門となっているマイルハイ、昨シーズンに、ラニ六チ。635ヤードと活躍した RB、コーリー・ディロンの不審、タイローとタイローンプールのスターター二人が抜けた、CB 陣の穴を埋められなかったことなどが挙げられる。2006年シーズンジレットスタジアムに掲げられている三つの、 スーパーボールチャンピオンバナーオフにチームを幾度となく勝利に導いたケイアダム・ビナティエリとの契約を延長せず長年チームを支えた LB、ウィリー・マクギネス等を放出した。さらにスーパーボール MVP のディオン・ブランチ、プレイオフで勝負強さを発揮したデイビッド・ギブンスの二人のスターター WR がチームを離れた。チームは6勝1敗とコース,スタートを切るが 第9週に、ホームで、インディアナポリス・コルツに27から20で敗れると、続く、ニューヨーク・ジェッツ戦にも敗れ、2002年以来57試合なかった、連敗を喫した。しかし、第11週で、ブレット・ファーブ率いるグリーンベイ・パッカーズに35から0で圧勝すると、第12週には、NFL トップのディフェンスを誇るシカゴ・ベアーズを17から13、の接戦で破った。 この試合で、ケビン・フォークは、RB のパスレシーブ回数の、QB ・ブレーディは、スターター QB として76勝目を挙げ、それぞれペイトリオッツのフランチャイズ記録を塗り得た。その後も安定して、勝利を重ね、レギュラーシーズンを12勝4敗で終えた。なお最終週のテネシー・タイタンズ戦で控えの、ベテラン QB、ビニー・テスタバーディが、TD パスを決め、 キャリアで20シーズン連続となる TD パスを記録した。チームは、作季部長だったディフェンスが調子を取り戻し、ランでは、ルーキーのローレンス・マローニーが、ベテラン RB、コーリー・ディロンの衰えを補った。昨シーズンは、パスディフェンスで、a ー CB 対、ローの抜けた穴を埋めきれなかったが、このシーズンは4年目のアサンテ・サミュエルが、リーグトップ対の1 i n t の活躍を見せ、 チームとして22の INT を奪った。しかし弱体化したレシーバー陣は、TD リーダーが、トロイ・ブラウンとリチェ・コールドウェルでそれぞれ4つ、獲得ヤードはコールドウェルが、チームトップで760ヤードと、一部から、パス体系のショットガンを皮肉った、ポップガンと揶揄された。ワイルドカードプレイオフでは、 元ペートリオッツのディフェンシブコーディネーターであるエリック・マンジーニが HC を務めるニューヨーク・ジェッツを37から16で破ると続くディビジョナルプレイオフではシーズン MVP を獲得したラダニアントム・リンソンを要する第一シードのサンディエゴ・チャージャーズと対戦した試合はチャージャーズに常にリードを許す苦しい展開となる ペイトリオッツは7点ビハインドの残り6分25秒で、フォースダウン5ヤードからブレーディがパスを試みるが、これを、チャージャーズのマーロン・マクレイにインターセプトされてしまう。しかしベテラン WR トロイ・ブラウンがすぐにタックルを仕掛けると、書き出すようにして、ファンブルを誘い、これを、ペイトリオッツの WR コールドウェルがリカバーし、再び攻撃権を得た。 このドライブで TD を奪うと2ポイントコンバージョンを成功させて同点とし次のドライブでケースティーブン・ゴストコースキーの FG が決まり逆転すると最後はチャージャーズの K ネート・ケーディングの54ヤードの FG が外れ接戦の末24から21位で勝利した試合後ペイトリオッツの選手はフィールドの中央でチャージャーズのロゴを踏みつけるようにして チャージャーズの LB ショーン・メリマンの代名詞といえるメリマンダンスを踊り喜びを表したがこれに対してトム・リンソンは不快感を表したチームを救った WR トロイ・ブラウンのプレーにはファンやチームメイトを中心に賞賛の声が相次いだ LB ブルースキは彼は素早いスイッチの切り替えでレシーバーからディフェンダーになったんだと語りでリチャード・シーモアは とっさのことだったんだろう。それは、間違いない。だが、あの時の彼はレシーバーではなく、一人の、フットボールプレイヤーだった。彼は常に、ああいうプレーが披露できる。俺が尊敬する男、それが、トロイ・ブラウンさ。と称賛した。続く AFC チャンピオンシップゲームでは、ライバルのインディアナポリス・コルツと激突。ペートリオッツは序盤に、 アサンテサミュエルのインターセプトリターン TD などで21から3とリードしたが、終盤になるにつれ WR の力不足、高齢化してきたディフェンス陣のスタミナ不足といった、チームが抱えていた問題点が浮き彫りとなり、最終的に34から38で逆転負けを喫した。シーズンを通してブレーディは4人の選手にそれぞれ40回以上のパス投げ、 24個のタッチダウンパスを10人に、投げ分けタレント不足のチームを、チャンピオンシップゲームにまで導いたが多彩な、レシーバー陣を誇るコルツに限界を見せつけられる、形となった。2007年シーズンチームは、オフに、積極的な補強を行う。フリーエージェントから、エルビアディリアス・トーマス、RB ・サミー・モリス、WR ・ダンテスト・オールワースなどを獲得。 さらにマイアミドルフィンズから WR で、スペシャルチーマーのウェスウェルカーをドラフト70指名権とのトレードで、そしてオークランドレーダースからランディモスを410指名権とのトレードで獲得した。ペートリオッツ加入に当たりモスは大幅なサラリーカットを受け入れた。チームは開幕戦のニューヨークジェッツ戦で、ジェッツのディフェンスシグナルを盗撮していたという違反行為を犯す。 この違反行為で2008年度のドラフト一重指名権を剥奪されさらに25万ドルの罰金を課せられた。スパイゲートと名付けられたこの事件でペートリオッツと HC ビルベリーチックは多くのメディアやフットボールファンから非難を受けるがチームは開幕から快進撃を続ける。ミネソタバイキングス時代は5度プロボールに選出されるなど実力は確かながら ここ数年制裁を書いていたモスはペイトリオッツで本来の輝きを取り戻し TD を量産すると小評のウェールカーがチームトップのレシーブ回数でパス攻撃を引っ張ったリーグ最高クラスのレシーバー陣を手に入れたブレーディはパサーとしての能力を最大限に発揮し第7週のマイアミドルフィンズ戦ではパス354ヤード 6TD QB レーティング満点の158.3を記録するなど、第8週までで1試合平均41得点という爆発的なオフェンスを指揮した。第9週では同じく無敗のインディアナポリス・コルツと対戦し、第4級で1時10分点差をつけられるがブレーディからケビン・フォークへの TD パスが決まり逆転すると最後はペイトン・マニングからファンブルを奪い24から20で勝利した。 第13週のボルチモア・レイブンズ戦では、相手ディフェンスのパスラッシュに苦しみを思うようなプレーが、できず、第4球で7点のリードを許していた。しかし4点差を、追う、第4級残り3分30秒からのドライブでは2度フォース、ダウンギャンブルを失敗するも一度は、レイブンズの DC が、プレー開始直前にタイムアウトを取っていたため無効に、 二度目は、相手チームのホールディングの反則で難を逃れ、最後は残り55秒で、ジャバー・ギャフニーへの逆転 TD パスが決まり27から24で勝利を収めた。この頃からペートリオッツと対戦するチームはブリッツを多用し、ブレーディにプレッシャーをかける戦術を取るようになった。続く、第14週では、ピッツバーグ・スティーラーズと、ホームで対戦。 スティーラーズの S ・アンソニー・スミスは試合前に自分たちの勝利を保証した。ペートリオッツはエストロイ・ポラマルを書いていたスティーラーズを相手にモスとブレーディのトリックプレーなどでギャランティー発言をしたスミスの背後を突き34から13で勝利し AFC 地区優勝を決めリーグ最速でプレーオフ出場を決めた。チームは無敗のままシーズン最終週を迎え 敵地で、ニューヨークジャイアンツとレギュラーシーズン全勝をかけて、対戦した。第2球に、モスへの TD パスが決まりモスは、ジェリー・ライスの持つ、シーズン最多 TD レシーブ22に、ブレーディは、ペイトン・マニングの持つ、シーズン最多 TD パス49に並んだが、直後のリターンで TD を奪われるなど一時は12点の、リードを許す苦しい展開となる。5点差を、追う。 第4球残り11分25秒、モスはフリーで、ロングパスを受けるもパスが低かったこともあり、落球してしまう。しかし次のプレーで、ブレーディが再びモスにロングパスを投げ、これが今度は65ヤードの TD パスとなり、逆転に成功した。トム・ブレーディが、シーズン最多 50TD パス、そしてランディ・モスが、シーズン最多 23TD レシーブを、 同じプレーで達成する快挙を成し遂げた。その後はリードを保って38から35で勝利し、シーズンが16試合制となってからは、初のレギュラーシーズン全勝を達成した。ブレーディは 50TD パス、パス4806ヤード、達成効率68.9%、q b レーティング117.2と素晴らしい成績を収め、 50票中49票を獲得してリーグ MVP に輝いた。ディビジョナルプレイオフではブレイディがパス28回中26回成功、263ヤード、3TD の活躍を見せ31から20でジャクソンビル・ジャガーズに勝利した。1試合でのパス成功率92.9%は NFL 記録となった。 AFC チャンピオンシップゲームではブレーディが3、INT を喫粛戦するがディフェンスが奮闘し、TD を許さず、21から12でサンディエゴチャージャーズをしり溶け史上初のシーズン18、連勝を達成した。1972年シーズンのマイアミドルフィンズ以来のパーフェクトシーズンが期待される中、2月3日の第42回スーパーボールを迎えた。対する、 ニューヨークジャイアンツは最終週でペートリオッツに敗れて以降調子を上げ敵地でダラスカウボーイズグリーンベイパッカーズを撃破しワイルドカードからスーパーボール進出を達成した試合はペートリオッツ優位と見られていたがジャイアンツの強力 DLG が中心となりブレーディに5つのサックを浴びせペートリオッツオフェンスを封じるとペートリオッツのベテランが中心となり ジャイアンツオフェンスを抑え、試合は予想外のロースコアゲームとなる。ペートリオッツは、試合終盤に、ブレーディからモスに TD パスが通り14から10と、リードを奪ったが、最後は、QB ・ e ライ・マニングが、WR ・デイビッド・タイリーの、スーパーキャッチを経て、ウィニングドライブを決め、ペートリオッツは激戦の末に14から17で、敗退した。 2008年シーズンオフにリーグ屈指の CB に成長したアサンテ・サミュエルがチームを去った。さらに開幕戦のカンザス・シティ・チーフス戦で QB ・ブレーディがバーナード・ポラードから膝にタックルを受け負傷退場しシーズン絶望となった。この時のプレーは2009年シーズンから通称ブレーディルールとして禁止されている。代役を務めたのは 高校時代以来先発 QB 経験がないという控え QB マットキャセルだったが彼の予想外の活躍でチームはプレーオフ争いを演じることとなる。シーズン序盤、チームはブレーディ不在の穴を感じさせながらもこの年に引退騒動を経て復帰したブレッドファーブ要するニューヨークジェッツを19から10で破り開幕に連勝を果たした。この勝利でチームは NFL 新記録となる、レギュラーシーズン21連勝を達成した。しかし、第3週で、同地区のマイアミドルフィンズに38から13で、敗れ連勝記録は途絶えた。この試合で、ペートリオッツディフェンスを圧倒したドルフィンズの、ワイルドキャットと呼ばれるフォーメーションは、以後多くのチームで使用されることとなった。その後サンディエゴチャージャーズに敗れ、 スタートで3勝2敗とつまずくが、第7週のデンバーブロンコス戦では、キャッセルが3つの TD パス、QB レーティング136.3の活躍で41から7と解消しキャッセルは、AFC 週間最優秀攻撃選手に選ばれた。しかしこの試合でエスロドニー・ハリソンが、今まで何度も痛めていた膝を再度負傷し、シーズン絶望となった。 ハリソンはこの年がペイトリオッツとの契約最終年となっていたが、シーズン終了後に引退を表明した。その後チームは勝ち負けを繰り返すが、QB キャセルを中心に少しずつ調子を上げていく。第11週では、オーバータイムで敗れたもののニューヨークジェッツを相手に、最大18点のビハインドから終盤に追い上げ、残り1秒というところで同点に追いついた。キャセルは、 パス400ヤード 3td、ランでもチームトップの50ヤードを獲得するなど、自己最高の活躍を見せた。続く、マイアミドルフィンズ戦でも、キャッセルは、パス415ヤード 3td のパフォーマンスを見せ、チームも48から28で勝利した。その後ピッツバーグスティラーズには、敗れたもののオークランドレーダースには49から26で、アリゾナカーディナルズには、 雪の中47から7で解消した。HC ビルベリチックは、ペートリオッツの HC として100勝目を、NFL の HC として150勝目を挙げた。シーズン最終戦は、同地区のバッファロービルズと対戦した。ペートリオッツが、プレイオフに進出するにはこの試合での勝利と、マイアミドルフィンズもしくはボルチモアレイブンズの敗戦が、必要であった。 強風の中ペイトリオッツは13から0で勝利し、チームは11勝5敗の好成績を収めたが、ドルフィンズとレイブンズが共に勝利したためプレイオフ、進出はならなかった。11勝5敗で、プレイオフに進めなかったのは1985年のデンバーブロンコス以来23年ぶりのことであった。このシーズンは、QB マットキャッセルが、パス百九十三ヤード十一 TD レーティング89.4の活躍でオフェンスを牽引した。このシーズンは40得点以上を挙げた試合が4試合あり、これは2007年と並んでチーム歴代最多であった。WROS ウェルカーがチームトップの111キャッチ、本来 RB のケビン・フォークがキャリア最多の58キャッチで経験の少ないキャセルを支えた。一方ランディモスは ロングパスを投げる機会が減ったこともあり、昨年と比べれば大きく成績を落とした。RB 陣に怪我人が絶えなかったが、ドラフト外ルーキーのベンジャーバスグリーンエリスを起用するなどして、ランオフェンスはリーグ6位と検討した。しかしアサンケ・サミュエルなどが抜けた CB 陣はその穴を埋めきれず、エリス・ホブスやデルサ・オニールといった CB はこの年でチームを去った。 テディブルースキーは怪我もあり、キャリアで初めてサックなしに終わり、マイク・ブレイベルは前年の12.5サックから4サックに激減するなど、ベテラン勢は衰えを隠せなかった。一方で、若手系のスティーブン・ゴストコースキーは FG40 回中36回成功と、キャリアベストの成績を収め自身初のプロボールに選出されたほか、2007年の一巡指名。 S, S ブランドン・メリーウェザーが 4INT57 タックルと活躍し、さらにこの年の一巡指名 LB ジャロッド名誉がチームトップの98タックルでリーグ最優秀守備新人選手に選出されるなど若手の対等も見られた。またペイトリオッツはこのシーズンに計57回しか反則を犯さず、これはシーズンが16試合制となってから最小記録であった。 2009年シーズン長年ベリチックの GM 職を影から支えたスコット・ピオリがチーフスの GM に就任するためチームを去った。昨シーズンの開幕戦で負傷したブレーディは手術後に膝の感染症にかかるなど状態が思わしくなく一時は開幕に間に合うか心配された。そのためチームはこのオフに制限付き FA となっていたキャッセルをフランチャイズ指名し、 万が一に備えた。その後、ブレーディの怪我は順調に回復し、開幕に間に合うと判断したチームは、QB キャセルと長年チームを支えた LB マイク・ブレーベルを共に、チーフスにトレードした。さらに、開幕直前で LB テディ・ブルースキが引退を表明し、そして、で、リチャード・シーモアを、オークランド・レーダースにトレードした。このシーズンは、 多くのベテラン選手がチームを離れたが、開幕まで、あと1週間ほどというタイミングで、昨シーズン自己最多タイの8サックを記録したシーモアを、2011年のドラフト一巡指名権とはいえトレードしたことは、多くのファミアメディア、そして選手をも驚かせた。このシーズンにアスレチックトレーナーとして、ペイトリオッツを支えた、日本人スタッフによれば、このニュースを聞いたブレーディは、 ディスイズクレイジーと発言したという。開幕戦のバッファロービルズ戦、ホームのジレットスタジアムで行われた、マンデーナイトフットボールで、ブレーディが一年ぶりに復帰した。試合は11点ビハインドで、配色濃厚だったが、第4球残り2分10秒からブレーディが、テベンジャミン・ワトソンに TD パスを通すと続くビルズの、リターンで、リターナーのローデス・マケルビンがファンブルし、 ペートリオッツがリカバー、残り55秒からブレーディが再びワトソンに TD パスを通し25から24の逆転勝利で復帰戦を飾った。しかしその後は調子が上がらず序盤は苦戦を強いられる。第2週ではこのオフに HC に就任して以降ペートリオッツに挑発的な発言をしていたレックスライアンの率いるニューヨークジェッツに16から9で敗れた。 WRL カーが怪我で欠場し、モスがリーグ最高の CB と言われているダレル・リービスに抑えられたため、ブレーディはドラフト72指名の新人で QB から WR にコンバートしたばかりのジュリアン・エデルマンに頼らざるを得ず、またジェッツの激しいパスラッシュにも苦しみペイトリオッツは TD なしに封じ込まれた。第5週では前年までチームのオフェンシブコーディネーターを 勤めていたジョシュ、女子マクダニエルズ率いるデンバーブロンコスと対戦し、苦手のマイルハイでブレーディは、キャリア初のオーバータイムでの敗北を喫した。しかし、第6週の雪の中で行われた、テネシータイタンズ戦ではブレーディが、第2球での 5td を含む 6td パスを決める。活躍を見せチームは59から0の大差で勝利する。その後三連勝を果たしブレーディも徐々に調子を。 上げていったが、第10週のインディアナポリス・コルツ戦では、第4級に17点と大きくリードしたにもかかわらず、終盤にかけて攻守に失速し、最後は、議論を呼んだフォース、ダウンギャンブルの末35から34で敗れた。第12週にはこのシーズンにスーパーボールを制する、ことになる、ニューオーリンズ・セインツにいいところなく乾杯し、 続く、マイアミドルフィンズ戦でも敗れ2006年以来の連敗を喫した。それでもホームでは8戦全勝と強さを発揮し10勝6敗でシーズンを終えたが最終節のヒューストンテキサンズ戦でリーグトップの123キャッチとチームトップの1348ヤードを記録していたウェスウェルカーが膝を負傷しプレーオフ絶望となりホームで行われた ワイルドカードプレイオフで、ボルチモア・レイブンスに33から14と完敗した。ブレーディは、キャリア初のプレイオフ初戦敗退とプレイオフでの、ホーム敗戦を味わった。この敗戦で、多くのメディアが、ペートリオッツの時代が終わったと書き立てた。このシーズンはブレーディが4398ヤード 28td レーティング96.2と、キャリアで2番目に良い成績を上げ、 カムバック賞にも輝いたが、通したパスの約55.5%がモスとウェルカーの両エース WR で、特にウェルカーには約33%と大きく依存していた。一方で許したサックは16回とキャリアで最も少なかった。オフェンスはリーグトップクラスの成績を収めたものの試合終盤の失速が目立ち、多くのベテラン選手が去ったディーフェンスは、 リーグ11位、失点の少なさは、リーグ5位と上場の成績は収めたものの勝負強さに、かけ、サックは、リーグ23位体とパスラッシュに難があった。ペートリオッツは2002年から第4級をリードして、迎えた場合は69勝1敗と無類の強さを、誇っていたが、このシーズンは、第4級での逆転負けを4度も許した。 またアウェーゲームで2勝6敗と大きく苦戦した。終盤での失速や逆転負けといった、今までほとんどなかった負け方が多かったことには、ブレーディのブランクも少なからず影響していたが、何よりもこのオフに長年チームを支えてきた、ロドニー・ハリソン、デリブルスキー、マイク・ブレーベル、リチャード・シーモア、ラリー・イゾーといった、王朝時代のメンバーが大量に引退。 もしくはトレードなどでチームを離れたことが影響していた。最も大きかったと言われているのが、デシーモアをレーダースにトレードしたことだった。プレイオフでの敗戦後、多くのベテラン選手がチームを去り、選手が多数入れ替わったことに関してブレーディは、彼らは特別な選手であり、特別な人物だった。ペートリオッツのユニフォームを着れば、ペートリオッツらしい、チームプレーができるわけじゃない。 コーチ、選手たちが一体となって同じゴールを目指し努力しているからこそだ。彼らのような選手を失うことは大きな喪失だった。と話し、またオフにはシーズンの敗因としてチームとしての自信や信頼、メンタル的な強さの欠如を挙げた。この年、ドラフト外で QB ーーブライアンホイヤーを獲得した。 2010年から2013年まで2010年から2018年まで在籍した手のロブグロンコースキー2009年から5年連続して地区優勝を続けた2011年シーズンにはスーパーボール進出を果たしたがニューヨークジャイアンツに敗北した2014年6年連続の地区優勝を果たしスーパーボールでシアトルシーホークスを破ったが コルツと対戦したカンファレンスチャンピオンシップで空気圧不正問題が発覚した。2015年7年連続の AFC 地区優勝を果たしプレイオフに進出したが AFC カンファレンスチャンピオンシップでデンバーブロンコスに18から20で敗れスーパーボール進出はならなかった。2016年2014年のデフレートゲート問題のためブレーディは シーズンの最初の4試合で出場停止処分となったが、AFC1 位の成績で8年連続の地区優勝を収めた。スーパーボウルでは、序盤に、ファルコンズに3から28と大量のリードを許すも、最終クォーターで19点を奪い、ファルコンズと同点に追いつき、スーパーボウル史上初のオーバータイムに突入。最初の攻撃機会にタッチダウンを決め、 34から28と25点差をひっくり返すという大会史上最大の大逆転でスーパーボールを制した。2017年初戦はチーフスに敗れたものの、結果的には9年連続しての地区優勝を挙げ、第一シードでプレイオフに進んだ。プレイオフではテネシータイタンズとジャクソンビルジャガーズを倒してスーパーボールに進んだ。スーパーボールでは フィラデルフィア・イーグルスと対戦。先行され一度は逆転したものの、再逆転されて33から41で敗れた。2018年第16週に、前人未到の地区10連覇を達成した。アメリカンカンファレンス決勝では、第一シードで、地元のカンザスシティチーフスを延長の末に37から31で振り切って優勝。 3年連続通算11回目のスーパーボール進出を果たし、スーパーボールではロサンゼルスラムズを13から3で破った。2019年第16週に地区11連覇を達成し、記録を更新したが、最終戦では本拠地で地区再開のマイアミドルフィンズに24から27で破れて、プレイオフでは、 第3シードとなり、10年連続のファーストラウンドバイは、逃した。プレイオフでは、初戦のワイルドカードラウンドで、テネシータイタンズ2 3から20で敗れ、8年ぶりに、AFC チャンピオンシップゲーム出場も逃した。シーズン終了後、20年間チームに在籍し、NFL を代表する、クォーターバックとなったトム・ブレーディが、タンパベイバッカニアーズに移籍した。 2020年シーズン前の6月29日、2015年シーズンに MVP に選ばれた全カロライナパンサーズのキャムニュートンを獲得した。新型コロナウイルス感染症の流行により、全試合を無観客で開催した。この年は7勝9敗と、地区3位となって、連覇は11で途絶え、さらに、プレイオフ進出も逃した。チームが負け越したのは、 2000年シーズンに5勝11敗して、以来実に20年振りのことだった。2021年この年のドラフト1巡目で、QB マック・ジョーンズを指名した。2021年8月31日、ニュートンをリリースした。ジョーンズを先発 QB として、シーズンを戦い、地区2位で、プレイオフに進出した。チームのマスコットは、アメリカ革命の兵士をモチーフとした。 ハットパトリオットである。もともとは、ロゴマークとして、チーム創設時に、漫画家のフィルビッセルによって描かれたものだけだったが、1995年により、着ぐるみとして、登場を果たした。1979年、チームのエグゼクティブによって、ロゴマークの変更が提案され、ホームゲームのハーフタイム中にアンケートを実施したが、継続を希望するファンが、圧倒的であり、 維持されることになった。1993年、チームの公式マスコットとしては継続されるが、ロゴマークは現在使用している、フライングエルビスと呼ばれるものへ変更された。ニューイングランドペートリオッツチアリーダーズチームの公式チアリーディングは、1971年に結成された、ニューイングランドペートリオッツチアリーダーズである。ペートリオッツの試合日に、 スタジアムでパフォーマンスをするだけでなく、海外公演なども行っている。2008年には、北京オリンピックに出演する中国人ダンサーを訓練するために中国へ向かった。プロレスラーのリア・バンダール2007年から2009年に、モデルのカミー・ユコステックが2013年と2014年に所属していた。ホームのジレット・スタジアムではペイトリオッツが得点すると、 ニューイングランドという名称が示す通り13人のアメリカ独立戦争当時の格好をした軍人が必ず当時のライフル銃で空砲を撃つ。一度対戦二度対戦、AFL 党地区。ありがとうございます。